今日初めはホットアイフォーカスからです。特殊詐欺の被害が止まりません。県警察本部によりますと、県内で今年に入って先月までの半年間に振り込め詐欺など特殊詐欺の被害は18件に上っています。はい、中でも相次いでいるのがギフト券を買わせて電子マネーを騙し取る詐欺です。大手通信販売会社などのギフト券を買わせてその電子マネーを騙し取る手口の詐欺、先月までの半年間に県内で去年の同じ時期の2倍余りの11件確認されました。被害額は504万円、去年の同じ時期の4倍を超えています。手口は大手通販会社のギフト券を買わせるものです。会員料金に未納がある、そのメールはある日突然送られてきます。こちらが実際に送られてきたメールの文面です。犯人は連絡がない場合は法的手続きを取ると言って不安を煽って電話するよう求めます。連絡してきた被害者をコンビニエンスストアなどに行かせてギフト券を購入させます。購入したギフト券は電子マネーとして使えます。使うためには裏面にある番号が必要です。犯人はその番号を電話で聞き出します。電子マネーを使える状態にすることで金を騙し取るのです。大手通販会社アマゾンのギフト券を実際に買わされた女性が今回 NHK の取材に応じました。5月のある日、女性のスマートフォンにアマゾンの有料会員料の未納金があるというメールが突然届きます。女性は以前アマゾンを利用したことを思い出して不安になり、メールに書かれていた番号に電話をしてしまいます。出たのはお客様センターの担当だと名乗る男。有料会員として2年間の利用がないので登録を解約した方がいいと言われました。でも私有料会員に入った記憶もないですって言って、いやでも間違いとかで、まあ、高齢者の方であったりとか子供に携帯を貸したりとかして、まあ、間違えて有料会員に入ってしまう場合もあります。結構いらっしゃるんですよねっていう形で言われて、子供はいないんですけど甥っ子姪っ子に携帯を貸したりとかするので、はい、もしかしたらその時にって思って。女性は男が支払いを求めた未納料金9万円を払うことにしました。男から言われた言葉が意外なものだったからです。2年間全く利用がなかったので9割は戻りますのでご安心くださいって言われて、あ、9割戻るんだったらじゃあ1万円ぐらいの損かと思って、まあもうこれはしょうがないんだと思って、とりあえず急いで、で30分後ぐらいにちょっとファミリーマートに行って、近くの、まあ、指定されたのがアマゾンの電子マネー、まあ入金したっていう形を取ったんですけど、返金に関しては私たちアマゾンのカスタマーではなくて別の社団法人の方から返金の手続きができるので、ちょっとまたこの社団法人の方からまたご連絡しますっていうのがの言われたんですね。数時間後、女性のスマートフォンには社団法人を名乗る男から実際に電話がかかってきました。そこで女性はあることを言われて動揺してしまいます。今度は楽天の有料会員にも入ってたみたいですと言われて、楽天はよく使うのでえっと思って、請求されたのが29万円だったんですね。もうアマゾンで請求されたっていうのももうちょっと自分でも動揺してて、で楽天の高額な29万の請求があるって、あ、すごい額請求されてちょっとびっくりして、でも楽天の場合は
アマゾンとは違って全額返金しますって言われたので、私は払おうとしたんですね。ただ女性は全額は用意できないと伝えました。すると男は法的措置を取る、裁判になると畳みかけてきたということです。急すぎるんですよね。この今日中に連絡なければ法的措置に移行しますっていう文言が入ってて、普通に考えたらおかしいですよね。やっぱり時間を置いてみて、やっぱりおかしいかもと思って、アマゾンカスタマーセンターの番号をインターネットで調べて、やっぱり詐欺だったと思って、人を騙して得るお金よく使えるなっていうのもありますし、どんな気持ちでこのお金を働いて稼いでると思ってるんだろうっていうのも思いますし、やっぱ許せないですよね。逮捕してほしいなって思いますね。センターは金品を求めるメールや電話は徹底的に無視することが必要だと言います。この架空請求がですね、ランダムな番号で、そのショートメール、携帯にショートメールを送るという形で来られているので、これだけ幅広い年代の方が受けているんじゃないかなと思われます。携帯がかなり普及しているので、80代の方でも携帯を持っているとついその番号に受けてしまってびっくりされるというのは結構あるんじゃないかなと思います。今日中にとか裁判に訴えるぞとか訴訟しますというような内容にびっくりして思わず次の段階に進む方が多いようです。知らない番号には一切連絡をしないことですね。ここからは取材した安藤記者とともにお伝えします。安藤さん、これ被害が相次いでいるということですけれども、詐欺といいますと、とりわけ特殊詐欺、高齢者が狙われるというイメージがありますよね。はい、確かにそのようなイメージはあるかもしれません。はい、でも油断してはいけないんです。実は今年に入って確認された電子マネーを騙し取られる詐欺11件のうち半分以上の6件の被害者が20代30代の方なんです。はい、また県消費生活センターには架空の請求を受けたなどという相談が今年でこの半年で200件以上寄せられていて、中にはですね、10代20代の若い人がいて、高齢者だけが狙われているものではないんですね。少し意外な気もするわけなんですけれども、ただご覧になっている方、正直言って自分は大丈夫だというふうに思ってしまう方もいるかと思うんですよね。自分だけは、今回紹介したのはですね、大手通販会社を騙って騙す手口です。はい、利用している人を不安に陥れる、その心理につけ込んだ手口だと言えますよね。はい、ただ、詐欺の手口っていうのは、次々と新しいものが出てきていると言います。報告されている以外で明日新しい手口が出てくるかもしれないですよね。被害に遭わないためには不審な電話やメールが来たら全て無視する、そういった姿勢が必要だと思います。はい、ホットアイフォーカス安藤記者とお伝えしました。ではニュースを続けます。渡名喜村の公共工事の入札に関わる情報を同じ島出身の業者に事前に漏らしたとして逮捕された村長について、那覇地方検察庁は今日、官製談合防止法違反などの罪で起訴しました。起訴されたのは渡名喜村の村長上原昇被告と那覇市の電気工事会社の元専務比嘉盛雄被告です。起訴状によりますと、上原村長は去年9月下旬、村が発注した多目的施設の電気工事をめぐり、入札の予定価格に近い金額などを同じ島出身の比嘉元専務に事前に漏らしたとして官製談合防止法違反などの罪に問われています。那覇地方検察庁は2人の認否について証拠に関わることなので答えることはできないとしています。上原村長は昭和47年に村役場に入り助役などを務めた後、平成18年の村長選挙で初当選し、現在3期目です。夏のレジャーシーズンが本格化する中、沖合に向かって強い流れができる離岸流に注意するよう、
海上保安本部が呼びかけています。離岸流は岸から沖に向かって強く流れる海水の流れのことで、速い時には秒速2メートル以上になり、流れに逆らって泳いでも岸にたどり着くことが難しくなります。中でもリーフカレントと呼ばれるものは、サンゴ礁の間の狭い部分に海水が集中することで強い流れができて沖合に流されてしまうもので、日常的に発生します。今日はうるま市の池島の海岸で離岸流の危険性を知らせる報道関係者向けの体験会が開かれました。中城海上保安部の指導のもと海に入りました。今から離岸流の怖さを身をもって体験したいと思います。お願いします。お願いします。現場の近くはリーフカレントが発生するポイントで、今年4月にはサーフィンをしていた男性が沖合に流されて救助されました。今日は海は穏やかで強い流れは発生しませんでした。第11管区海上保安本部によりますと、県内では去年合わせて11人が離岸流と思われる流れに巻き込まれ、そのうち2人が死亡しています。流されたからといってですね、それはパニックにならずにですね、横に砂浜と平行に泳いでいただければ、そのリーフカレント沖に流される流れから出ることができますので、平行に泳いでいただいて、流れが止まったと思ったら、そこから陸に向かって泳いでいただくということをお願いしたいと思います。はい、気象祭時期のコーナーです。こんばんは。こんばんは。先ほど離岸流のニュースもありましたが、海での事故には十分気をつけてほしいですね。本当ですよね、うん、私先週末も子供を連れて遊びに行きましたし、はい、この土日も行くかもしれませんから、はい、注意が必要だなと改めて思いましたね。そうですね、はい、だんだん、ね、暑くなってきて海に行こうという方増えていますからね、うん、気持ちいいですからね、やっぱり本当ですね、はいはい、観光客の方もいらっしゃると思います、はい、さあ今日は離岸流に加えてマリンレジャーをしているとき、こんな波には気をつけてほしいという情報をお伝えします。波ですね、はい、まずはうねりを伴った波です。どんな波かと言いますと、はい、風が吹くと波が立ちますよね、はい、で風が吹いてその場でできる波を風浪と言います。先がこう尖ってて白く見えるような波です、うん、はい、で風が強いと波も高くなり、そして遠くにまで届きます、うん、その遠くにまで届いた波がうねりを伴った波なんです。うねりを伴った波は先が丸くて一見穏やかに見えます、はい、けれども海岸の浅いところで急に高い波に変わってしまう特徴があるんです。これから台風の発生しやすい時期ですが、遠くの海上で台風が発生すると、台風の強風で波ができてうねりが先に伝わってくるんですね。台風の進行速度っていうのは1時間に10キロから25キロくらいなんですけれども、はい、うねりはその3倍ほど、3倍、はい、1時間に30キロから50キロほどで、台風が近づくよりも先にうねりを伴った波が来ます。車が走るようなスピードですよね。そうですね、まあ、天気予報でうねりが予想されているときは、台風が、ね、まだ遠くて天気が良くても海岸付近、リーフ際や浅瀬は注意が必要です。確かに、ね、波の高さの予報を、ね、はい、私たちお伝えするときに、はい、うねりを伴うという情報が盛り込まれていることがありますよね。そうですね、はいはい、そういうときは十分注意してください、はい、そしてその他にはですね、多方向からの波がある場合、いろんなこう方向からこう風が吹いてて波がある場合ですね。そういうこともあるんですね、はい、そういう場合ぶつかって一つの場所に集中してこうひときわ高い波になる三角波というのもあるんです。盛り上がるわけですね。そうですね、まあ、風が一つの方向から吹いていないときというのは、例えば台風ですとか熱帯低気圧、低気圧ですとか前線が近くにあるときなどは注意が必要です、はい、最新の気象情報を確認して
安全に海でのレジャーを楽しんでください。では各地の天気、今日の気温からお伝えします。最高気温です。那覇は32度6分、名護は32度9分、県内で最も暑くなりました。はい、そうですか。はい、南大東島32度5分、名護と南大東島は今年一番の暑さとなりました。警報は出ていません。注意報も発表されていません。海上警報も現在ありません。明日の天気です。本島中南部北部、久米島、大東島地方ともに晴れるでしょう。先島諸島です。こちらも各地とも晴れるでしょう。明日の気温です。予想最低気温、那覇久米島28度、名護は27度、本島地方厳しい熱帯夜です。夜も熱中症に注意してください。南大東島25度、明日も沖縄地方には高温注意情報が出ています。最高気温は32度から33度、熱中症厳重に警戒してください。先島諸島です。予想最低気温、宮古島26度、八重山は28度、無理をせずエアコンや扇風機利用しましょう。予想最高気温は32度から33度、汗をこまめに拭きましょう。週間予報です。向こう1週間、太平洋高気圧に覆われて晴れの日が続くでしょう。気温は平年並みか高い見込みです。夏バテしないよう気をつけてください。気象情報をお伝えしました。尾長知事らは稲田防衛大臣と会談し、アメリカ軍嘉手納基地でのパラシュート降下訓練を行わないようアメリカ軍に働きかけることを要請したのに対し、稲田大臣は誠心誠意対応したいと応じました。ではよろしくお願いいたします。今日防衛省を訪れたのは尾長知事とアメリカ軍嘉手納基地周辺の3つの自治体の市長や町長で、稲田防衛大臣に対し要請書を手渡しました。要請書では日米の間で例外的な場合に限って行うとしている嘉手納基地でのパラシュート降下訓練をアメリカ軍が今年4月と5月に立て続けに行ったことから、実施しないようアメリカ側と協議することを求めています。また嘉手納基地内にある航空機の駐機場について、住宅地から離れた場所に移転したにもかかわらず元の駐機場を使用し、騒音などが軽減されるという地元住民の期待を大きく裏切っているとして、使用の禁止を求めています。稲田大臣は、パラシュート降下訓練などは地元にとって大きな負担になっていると認識している。問題を解決するには地元との連携が不可欠で、要請をしっかりと受け止め、誠心誠意対応したいと応じました。こういったようななし崩し的に策の最終合意を踏みにじるようなものをやりますと、嘉手納空軍基地のですね、使用、それから日本の安全保障体制、そういったものに懸念が出ますよと、こういうこともよくご理解をしながら、やっていただきたい。そのアメリカ軍嘉手納基地に今年5月末に飛来し、住宅地そばの駐機場の跡地を使ったため大きな反発が起きた U2 偵察機4機が、今日までに嘉手納基地を離陸したのが確認されました。韓国の基地に戻ったとみられます。韓国のオサン基地に配備されている U2 偵察機4機は、滑走路の改修工事のため今年5月末から順次嘉手納基地に飛来し、1ヶ月余り運用されていました。このうち2機は昨日離陸してこれまでに戻ってきておらず、残りの2機も今日午前9時過ぎと11時過ぎにそれぞれ嘉手納基地を離陸したのが確認されました。沖縄防衛局は偵察機が韓国の基地に戻った可能性があるとしてアメリカ軍に確認を進めています。偵察機は嘉手納基地で運用されていた間、住宅地そばの駐機場の跡地を使っていましたが、この駐機場は平成8年の日米両政府の合意で基地内の別の場所に今年1月移転されたばかりでした。このため周辺の自治体などからは、住宅地近くの駐機場がやっと移転して騒音などから解放されると思ったのに裏切られたなどと
強い反発が起きていました。あさって投票が行われる那覇市議会議員選挙を前に、有権者に投票を促そうと市の職員などが市の中心部で投票を呼びかけました。今月2日に告示された那覇市議会議員選挙には40の定員に対して67人が立候補し、激しい選挙戦を繰り広げています。投票日をあさってに控え、有権者に投票を促そうと市の職員やボランティアが今日夕方、市の中心部の広場で投票日が書かれたティッシュを配って投票を呼びかけました。職員たちはサラリーマンや主婦などに投票に行ってくださいなどと声をかけていました。選挙管理委員会によりますと、昨日までに有権者のおよそ 9.03% にあたる 23,637人が期日前投票を済ませています。那覇市議会議員選挙はあさって9日の午前7時から午後8時まで市内54カ所で投票が行われ、即日開票されます。 NHK では那覇市議会議員選挙の開票速報を9日の深夜、10日午前0時5分ごろからと午前1時50分ごろから総合テレビでお伝えします。また沖縄放送局のホームページとデータ放送でもお伝えします。さあ続いてはスポーツです。はい、あさってから大相撲名古屋場所が始まります。今日注目するのがこちらです。1メートル74センチの小さな体から多彩な技を繰り出すことで人気の宇良。今年の初場所では珍しい決まり手たすき反り。決まり手が発表されるようになった昭和30年の夏場所以降、十両幕の内を通じて初めてのことでした。宇良の出身は大阪ですが、今沖縄から大きな声援を送っている人たちがいます。はい、沖縄本島北部の国道沿い、見えてきたのは宇良を応援するのぼり。立てているのは国頭村宜那間の住民たちです。宇良が幕の内入りした今年の春場所以降、場所ごとに立てています。やっぱり気持ちが入りますね。また今場所も頑張ってくれと一本一本に願いを込めております。宇良と宜那間にはどんなつながりがあるのか。地区にある宇良と書かれた表札の家。こんにちは。宇良の祖父の茂さんと祖母の幸子さんが住んでいます。沖縄は宇良の父親の生まれ故郷なんです。まさに人気があるところね。おじいちゃんとしてはどう思いました？もう素晴らしいところしか言えないですよこれが和樹です。大阪で生まれ育った宇良。幼い頃に沖縄を訪ねてきた時の様子からは今の姿は想像できなかったといいます。こんな相撲取りになるとは思わなかった、ちっちゃかったから。家の壁には宇良の写真や番付表などが所狭しと貼られています。平成22年に全国高校総体で沖縄に来た時には夫婦揃って会場に駆けつけました。あれは福岡、福岡で撮った写真ですか。去年11月の九州場所では福岡まで応援に。
本場所での取り組みを見たのは初めてでした。幸子さんは浦が好きな手作りのサーターアンダギーをカバンいっぱいに持っていきました。風さん、どんな感じでした？喜んで笑って笑ってましたよ。おいしいおいしいって、みんなで食べるから。浦が土俵に上がって館内が大騒ぎになってきました。新入幕から2場所連続で勝ち越し、順調に昇進してきた宇良。有名な力士との対戦も増えてきましたが、その分一つ一つの取り組みは厳しさを増しています。肩透かし、宇良の勝ち、見せます。名古屋場所では初めて三役との対戦も組まれる見込みですが、二人が望むのは勝つことだけではありません。怪我しないようにお願いして、いい相撲を取ってね、みんな喜ばせてあげてと。引いた裏、中に入りました、裏の勝ち。小さな体と多彩な技で相撲ファンを魅了する裏。遠く沖縄からも大きな期待が寄せられています。優しそうなおじいさんおばあさんでしたよ ね、はい。この国頭村ではこのほど浦の応援会も立ち上がって、場所が始まりますと村内の至る所にああして上りが立てられるということです、はい。この応援ツアーの計画もあるほか、浦を本人を地元のお祭りに招待できないかとの話もあるということでして、はい、ますます浦熱は高まりそうです。そうなるとね、名古屋場所での活躍みんなで期待したいです。はい、頑張ってください。さあ、では週末に行われる主なスポーツの予定です。まずはサッカー J3 の FC 琉球。現在17チーム中7位の FC 琉球は明日鹿児島県で6位の鹿児島ユナイテッドと対戦します。かわって高校野球です。夏の甲子園を目指す沖縄大会は明日3回戦が行われます。沖縄セルラースタジアム那覇ではご覧の3試合が行われます。コザ新金スタジアム、ご覧の3試合です。また茶谷公園野球場では2試合が行われます。ここまでスポーツでした。入門沖縄の歌と踊りです。このコーナーでは沖縄の伝統的な琉球舞踊や沖縄芝居、組踊りや民謡などを分かりやすい解説とともにその魅力をお伝えします、はい。お話はいつもの伊良葉佐伯さんです。伊良葉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今日は、はい、今日はふるさとの芸能の話題です、はい。5月に行われた第71回 NHK 沖縄の歌と踊りの集いから地域独特のユニークな振り付けで知られる舞踊を紹介します。最初は嘉手納町野国共有会です。まずは踊りをご覧ください。大変これリズミカルに、ね、はい、踊っているように見えるのですが、はい、こうやって男性と女性が向き合うような形で
掛け合って踊ってるんですね、はい、男女3人ずつの打ち組舞踊なんですが、はい、古典舞踊の甘川と同じ歌詞で踊ります。象踊の傑作として有名な金井用甘川の原型の踊りとも言われているんですが、金井用甘川も柄杓とティーサージを手に持って踊りますよね。さっきあの女性が手に持っていた赤い手ぬぐい、はい、これがティーサージで、男性が持っているのが柄杓ですけれども、はいはい、これ柄杓を持っているということもユニークですし、はい、動きもユニークですよね、はい、ユニークな動きですね、実は踊っている野国共有会の野国という集落は今は存在しないんですが、はい、野国という名前は芋を初めて沖縄にもたらした野国総監の出身地ということで覚えていらっしゃる方も多いかと思います、はい、戦前はのどかな農村地帯だったのですが、戦後アメリカ軍の基地となりまして現在の嘉手納飛行場となっています、はい、これは終戦直後の写真なんですが、日本の滑走路が伸びていく先に野国の集落があったために、野国の皆さんは分散してよそへ住むようになってしまったというお話です。この画面左の滑走路が集落に伸びていったんですね、はいはい、はい、そうです。戦後野国の人たちは自分たちの歴史、野国総監の業績、そして伝統の芸能も残そうということで共有会を結成して絆を深めてまいりました、はい、こうして復活させて受け継いできた踊りがこの野国甘川です。本当に共有会の皆さんの思いというのがこうやって形になってるわけですよね、はいはい、簡単なことじゃなかったんですよね。一時期は踊り手がなくて10年ほど休んだこともあったということなんですが、はい、今ではなんとか町の野国総監祭りには参加して踊りを披露なさっているというお話です、はい、受け継がれています、はい、さあ今度のこの踊りは、はいはい、今度は南城市知念の、胡蝶の舞ですね、はい、蝶の役と花の役8人とも男性です。衣装がとてもね、はい、特徴的ですね、特徴的ですね、ですね、はい、知名のヌーバレーという250年ほど続いている伝統行事があるのですが、はい、それは旧暦の7月16日つまりお盆の翌日に身寄りのない死者を慰めて五穀豊穣を祈るという行事なんですが、この胡蝶の舞はその時の舞台では欠かせない踊りとなっています。花に蝶と言いますとね、はい、女性が踊ってもいいのかなと思うのですが、はい、うん、そうですね、こうやって動き見ていますと、はい、なんだかこれはちょっと私は難しいなと、体力がいりそうですよね、体育会系と言いますが、スポーツで鍛えた村の若者たちで踊っています。戦前から、ね、長く踊られてきたということですけれども、はい、この衣装や振りを見ても、はい、現代の創作舞踊だと言ってもこれなんか通じてしまうような、うん、そうですね、斬新ですよね、踊りですね、はい、それが現代っ子にも歓迎される人気の秘密なんだと思います。もうこうやって踊ってるの見るのも大変楽しいですよね、はい、演ずる人も見る人も一体となって踊りを本当に楽しんでいるふるさとの祭りの醍醐味だと思いますね。本当に演ずる人と見る人の距離がぐっと近いんだろうなというね、はい、ことを想像させる踊りですよね、はい、本当に各地域の色が出てて面白いなと思います、はい、沖縄の歌と踊りふるさとの芸能はあさって9日日曜日午後1時5分からです。番組ではこのほか泣き人村宜野座村の踊りもご紹介いたします。どうぞお楽しみください。平原さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上入門沖縄の歌と踊りのコーナーでした。ホットスナップ1枚目、はい、これです。はい、先ほどもねお伝えしましたが、はい、那覇市にて茶炭のおじさんさんよりいただきました、はい、ありがとうございます。これさっき綾野さんが言ってた日傘ですよ ね、はい、すね、お昼休みにですね那覇市小文字で空を見上げて撮影してる人がたくさんいました何がいるのかなと思って見たらこの日傘だったということです一緒に撮ったということですね、はい、送ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗に撮れてますね、はい、はい。さあ続いていきますか。はい、石垣市にてアンリさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日7月6日木曜日の夜10時半ごろ、はい、古
今年はたくさん咲きましたということで月下美人ですね。でこの時はそんなに暑くはなく月に雲が隠れていましたということで、はい、月より月下美人は輝いていたということですね。なるほど、はい、綺麗ですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあそして3枚目、これも夜に咲く花、月と下がり花ということで、名護市のヤンバル王子さんからいただきました。ありがとうございます。晴れて星が見えるくらいのいい天気だったそうです。ちょうど見頃の名護の下がり花、一昨日の夜8時ごろ朝には散ってしまう幻の花を撮影しましたということです。下がり花もね、白っぽいものから、ね、あのピンク色のものもいろんな種類があるようでして、はい、これはちょっと赤みがかって見えてます ね、 そうですね。これ綺麗ですね。近寄るとこう甘い香りがしてくるんですよ ね、 ね、はいはい、私実は今朝ちょっと早く目が覚めたので近くの下がり花を見に行きました、はい、ちょうど花が落ちてくる時間帯でしたけど綺麗でしたね、はい、さあそろそろ下がり花が香り出してくる時間帯でしょうか、はい、今週の沖縄ホットアイはこの辺で失礼します。海の被害が止まりません。県警察本部によりますと、県内で今年に入って先月までの半年間に振り込め詐欺など特殊詐欺の被害は18件に上っています、はい、中でも相次いでいるのがギフト券を買わせて電子マネーを騙し取る詐欺です。大手通信販売会社などのギフト券を買わせてその電子マネーを騙し取る手口の詐欺、先月までの半年間に県内で去年の同じ時期の2倍余りの11件確認されました。被害額は504万円、去年の同じ時期の4倍を超えています。手口は大手通販会社のギフト券を買わせるものです。会員料金に未納がある、そのメールはある日突然送られてきます。こちらが実際に送られてきたメールの文面です。犯人は連絡がない場合は法的手続きを取ると言って不安を煽って電話するよう求めます。連絡してきた被害者をコンビニエンスストアなどに行かせてギフト券を購入させます。購入したギフト券は電子マネーとして使えます。使うためには裏面にある番号が必要です。犯人はその番号を電話で聞き出します。電子マネーを使える状態にすることで金を騙し取るのです。大手通販会社アマゾンのギフト券を実際に買わされた女性が今回 NHK の取材に応じました。5月のある日、女性のスマートフォンにアマゾンの有料会員料の未納金があるというメールが突然届きます。女性は以前アマゾンを利用したことを思い出して不安になり、メールに書かれていた番号に電話をしてしまいます。出たのはお客様センターの担当だと名乗る男。有料会員として2年間の利用がないので、登録を解約した方がいいと言われました。でも私、有料会員に入った記憶もないですって言って、いやでも間違いとかで、まあ、高齢者の方であったりとか子供にあの携帯を貸したりとかして、まあ、間違えて有料会員に入ってしまう場合もあります。結構いらっしゃるんですよねっていう形で言われて、子供はいないんですけど甥っ子姪っ子に携帯を貸したりとかするので、はい、もしかしたらその時にって思って、女性は主にああして上りが立てられるということです、はい、この応援ツアーの計画もあるほか、浦を本人を地元のお祭りに招待できないかとの話もあるということでして、はい、ますます浦熱は高まりそうです。そうなるとね、名古屋場所での活躍みんなで期待したいです。はい、頑張ってください。さあでは週末に行われる主なスポーツの予定です。まずはサッカー J3 の FC 琉球、現在17チーム中7位の FC 琉球は明日鹿児島県で6位の鹿児島ユナイテッドと対戦します。かわって高校野球です。夏の甲子園を目指す沖縄大会は明日3回戦が行われます。
沖縄セルラースタジアム那覇ではご覧の3試合が行われます。コザ新金スタジアム、ご覧の3試合です。また北谷公園野球場では2試合が行われます。ここまでスポーツでした。入門沖縄の歌と踊りです。このコーナーでは沖縄の伝統的な琉球舞踊や沖縄芝居、組踊りや民謡などを分かりやすい解説とともにその魅力をお伝えします。はい、お話はいつもの伊良葉佐伯さんです。伊良葉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今日は、はい、今日はふるさとの芸能の話題です。はい、5月に行われた第71回 NHK 沖縄の歌と踊りの集いから地域独特のユニークな振り付けで知られる舞踊を紹介します。はい、最初は嘉手納町野国共有会です。まずは踊りをご覧ください。大変これリズミカルに、ね、はい、踊っているように見えるのですが、はい、こうやって男性と女性が向き合うような形で掛け合って踊ってるんですね。はい、男女3人ずつの打ち組舞踊なんですが、はい、古典舞踊の甘かと同じ歌詞で踊ります。象踊の傑作として有名な金井用甘かの原型の踊りとも言われているんですが、金井用甘かセンターは金品を求めるメールや電話は徹底的に無視することが必要だといいます。この架空請求がですね、ランダムな番号で、そのショートメール、携帯にショートメールを送るっていう形で来られているので、これだけ幅広い年代の方が受けてるんじゃないかなと思われます。携帯がかなり普及しているので、80代の方でも携帯を持っているとついその番号に受けてしまってびっくりされるっていうのは結構あるんじゃないかなと思います。今日中にとか裁判に訴えるぞとか訴訟しますというような内容にびっくりして思わず次の段階に進む方が多いようです。知らない番号には一切連絡をしないことですね。ここからは取材した安藤記者とともにお伝えします。安藤さん、これ被害が相次いでいるということですけれども、詐欺といいますと、とりわけ特殊詐欺、高齢者が狙われるというイメージがありますよね。はい、確かにそのようなイメージはあるかもしれません。はい、でも油断してはいけないんです。実は今年に入って確認された電子マネーを騙し取られる詐欺11件のうち半分以上の6件の被害者が20代30代の方なんです。はい、また県消費生活センターには架空の請求を受けたなどという相談が今年でこの半年で200件以上寄せられていて、中にはですね、10代20代の若い人がいて、高齢者だけが狙われているものではないんですね。少し意外な気もするわけなんですけれども、ただご覧になっている方、正直言って自分は大丈夫だというふうに思ってしまう方もいるかと思うんですよね。自分だけは、今回紹介したのはですね、大手通販会社を騙って騙す手口です。はい、利用している人を不安に陥れる、その心理につけ込んだ手口だと言えますよね。はい、ただ、詐欺の手口っていうのは、次々と新しいものが出てきていると言います。報告されている以外で明日新しい手口が出てくるかもしれないですよね。被害に遭わないためには不審な電話やメールが来たら全て無視する、そういった姿勢が必要だと思います。はい、ホットアイフォーカス安藤記者とお伝えしました。ではニュースを続けます。渡名喜村の公共工事の入札に関わる情報を同じ島出身の業者に事前に漏らしたとして逮捕された村長について、那覇地方検察庁は今日、官製談合防止法違反などの罪で起訴しました。起訴されたのは
渡名喜村の村長上原昇被告と那覇市の電気工事会社の元専務比嘉盛雄被告です。起訴状によりますと、上原村長は去年9月下旬、村が発注した多目的施設の電気工事をめぐりこれが和樹です。大阪で生まれ育った浦、幼い頃に沖縄を訪ねてきた時の様子からは今の姿は想像できなかったといいます。こんな相撲取りにはなるとは思わなかった。ちっちゃかったから。家の壁には浦の写真や番付表などが所狭しと貼られています。平成22年に全国高校総体で沖縄に来た時には夫婦揃って会場に駆けつけました。あれは福岡、福岡で撮った写真ですか。去年11月の九州場所では福岡まで応援に、本場所での取り組みを見たのは初めてでした。幸子さんは浦が好きな手作りのサーターアンダーギーをカバンいっぱいに持っていきました。和樹さん、どんな感じでした。喜んで笑って笑ってましたよ。おいしいおいしいって、みんなで食べるから。浦が土俵に上がって館内の中大騒ぎになってきました。新入幕から2場所連続で勝ち越し、順調に昇進してきた浦。有名な力士との対戦も増えてきましたが、その分一つ一つの取り組みは厳しさを増しています。肩透かし、浦の勝ち、見せます。名古屋場所では初めて三役との対戦も組まれる見込みですが、2人が望むのは勝つことだけではありません。怪我しないようにお願いして、いい相撲を取ってね、みんな喜ばせてあげてと。引いた浦、中に入りました。浦の勝ち。小さな体と多彩な技で相撲ファンを魅了する浦。遠く沖縄からも大きな期待が寄せられています。優しそうなおじいさんおばあさんでしたよ ね、はい。この国頭村では子がやっと移転して騒音などから解放されると思ったのに裏切られたなどと強い反発が起きていました。あさって投票が行われる那覇市議会議員選挙を前に、有権者に投票を促そうと市の職員などが市の中心部で投票を呼びかけました。今月2日に告示された那覇市議会議員選挙には40の定員に対して67人が立候補し、激しい選挙戦を繰り広げています。投票日をあさってに控え、有権者に投票を促そうと市の職員やボランティアが今日夕方、市の中心部の広場で投票日が書かれたティッシュを配って投票を呼びかけました。職員たちはサラリーマンや主婦などに投票に行ってくださいなどと声をかけていました。選挙管理委員会によりますと、昨日までに有権者のおよそ 9.03% にあたる 23,637 人が期日前投票を済ませています。那覇市議会議員選挙はあさって9日の午前7時から午後8時まで市内54カ所で投票が行われ、即日開票されます。 NHK では那覇市議会議員選挙の開票速報を9日の深夜、10日午前0時5分ごろからと午前1時50分ごろから総合テレビでお伝えします。また沖縄放送局のホームページとデータ放送でもお伝えします。
さあ続いてはスポーツです、はい、明後日から大相撲名古屋場所が始まります。今日注目するのがこちらです。1メートル74センチの小さな体から多彩な技を繰り出すことで人気の宇良。今年の初場所では珍しい決まり手たすき反り。決まり手が発表されるようになった昭和30年の夏場所以降、十両幕内を通じて初めてのことでした。宇良の出身は大阪ですが、今沖縄から大きな声援を送っている人たちがいます。はい、沖縄本島北部の国道沿い、見えてきたのは宇良を応援する上り。よろしくお願いします。今日防衛省を訪れたのは尾長知事とアメリカ軍嘉手納基地周辺の3つの自治体の市長や町長で、稲田防衛大臣に対し要請書を手渡しました。要請書では日米の間で例外的な場合に限って行うとしている嘉手納基地でのパラシュート降下訓練をアメリカ軍が今年4月と5月に立て続けに行ったことから実施しないようアメリカ側と協議することを求めています。また嘉手納基地内にある航空機の駐機場について、住宅地から離れた場所に移転したにもかかわらず元の駐機場を使用し、騒音などが軽減されるという地元住民の期待を大きく裏切っているとして、使用の禁止を求めています。稲田大臣は、パラシュート降下訓練などは地元にとって大きな負担になっていると認識している。問題を解決するには地元との連携が不可欠で、要請をしっかりと受け止め、誠心誠意対応したいと応じました。こういったようななし崩し的に策の最終合意を踏みにじるようなものをやりますと、嘉手納空軍基地のですね、使用、それから日本の安全保障体制、そういったものに懸念が出ますよと、こういうこともよくご理解をしながら、やっていただきたい。そのアメリカ軍嘉手納基地に今年5月末に飛来し、住宅地そばの駐機場の跡地を使ったため大きな反発が起きた U-2 偵察機4機が今日までに嘉手納基地を離陸したのが確認されました。韓国の基地に戻ったとみられます。韓国のオサン基地に配備されている U-2 偵察機4機は滑走路の改修工事のため今年5月末から順次嘉手納基地に飛来し1ヶ月余り運用されていました。このうち2機は昨日離陸してこれまでに戻ってきておらず、残りの2機も今日午前9時過ぎと11時過ぎにそれぞれ嘉手納基地を離陸したのが確認されました。沖縄防衛局は偵察機が韓国の基地に戻った可能性があるとしてアメリカ軍に確認を進めています。偵察機は嘉手納基地で運用されていた間、住宅地そばの駐機場の跡地を使っていましたが、この駐機場は平成8年の日米両政府の合意で基地内の別の場所に今年1月移転されたばかりでした。このため周辺の自治体などからは住宅地近くの駐機場がやっと移転して騒音などから解放されると思ったのに裏切られたなどと強い反発が起きている。連絡がない場合は法的手続きを取ると言って不安を煽って電話するよう求めます。連絡してきた被害者をコンビニエンスストアなどに行かせてギフト券を購入させます。購入したギフト券は電子マネーとして使えます。使うためには裏面にある番号が必要です。犯人はその番号を電話で聞き出します。電子マネーを使える状態にすることで金を騙し取るのです。大手通販会社アマゾンのギフト券を実際に買わされた女性が今回 NHK の取材に応じました。5月のある日、女性のスマートフォンに
アマゾンの有料会員料の未納金があるというメールが突然届きます。女性は以前アマゾンを利用したことを思い出して不安になり、メールに書かれていた番号に電話をしてしまいます。出たのはお客様センターの担当だと名乗る男。有料会員として2年間の利用がないので登録を解約した方がいいと言われました。でも私有料会員に入った記憶もないですって言って、いやでも間違いとかで、まあ、高齢者の方であったりとか子供に携帯を貸したりとかして、まあ、間違えて有料会員に入ってしまう場合もあります、結構いらっしゃるんですよねっていう形で言われて、子供はいないんですけど甥っ子姪っ子に携帯を貸したりとかするので、はい、もしかしたらその時にって思って、女性は男が支払いを求めた未納料金9万円を払うことにしました。男から言われた言葉が意外なものだったからです。2年間全く利用がなかったので9割は戻りますのでご安心くださいって言われて、あ、9割戻るんだったらじゃあ1万円ぐらいの損かと思って、まあもうこれはしょうがないんだと思って、とりあえず急いで30分後ぐらいにちょっとファミリーマートに行って、近くの、まあ、指定されたのがアマゾンの電子マネー、まあ入金したっていう形を、取ったんですけど、返金に関しては私たちアマゾンのカスタマーではなくて別の社団法人の方から返金の手続きができるので、ちょっとまたこの社団法人の方からまたご連絡しますっていうのがの言われたんですね。数時間後除しました。ではニュースを続けます。渡名喜村の公共工事の入札に関わる情報を同じ島出身の業者に事前に漏らしたとして逮捕された村長について、那覇地方検察庁は今日官製談合防止法違反などの罪で起訴しました。起訴されたのは渡名喜村の村長上原昇被告と那覇市の電気工事会社の元専務比嘉盛雄被告です。起訴状によりますと、上原村長は去年9月下旬、村が発注した多目的施設の電気工事をめぐり、入札の予定価格に近い金額などを同じ島出身の比嘉元専務に事前に漏らしたとして官製談合防止法違反などの罪に問われています。那覇地方検察庁は2人の認否について証拠に関わることなので答えることはできないとしています。上原村長は昭和47年に村役場に入り助役などを務めた後、平成18年の村長選挙で初当選し、現在3期目です。夏のレジャーシーズンが本格化する中、沖合に向かって強い流れができる離岸流に注意するよう海上保安本部が呼びかけています。離岸流は岸から沖に向かって強く流れる海水の流れのことで、早い時には秒速2メートル以上になり、流れに逆らって泳いでも岸にたどり着くことが難しくなります。中でもリーフカレントと呼ばれるものは、サンゴ礁の間の狭い部分に海水が集中することで強い流れができて沖合に流されてしまうもので、日常的に発生します。今日はうるま市の池江島の海岸で離岸流の危険性を知らせる報道関係者向けの体験会が開かれました。中城海上保安部の指導のもと海に入りました。今から離岸流の怖さを身をもって体験したいと思います。お願いします。お願いします。現場の近くはリーフカレントが発生するポイントで、今年4月にはサーフィンをしていた男性が沖合に流されて救助されました。今日は海は穏やかで強い流れは発生しませんでした。
第11管区海上保安本部によりますと、県内では去年合わせて11人が離岸流と思われる流れに巻き込まれ、そのうち2人が死亡しています。